人との交流が盛んな東京になるために、はい、当研究者が提案するのはこちらの解決案です。もっと外国人との交流が盛んな東京になるために、ヒントを求めて訪れたのは江戸川区西葛西。この周辺には都内で暮らすインド人の3割が住んでおり、インド人コミュニティの街として知られています。日本では2000年前後から高度 IT 人材の需要が増え、多くのインド人エンジニアが日本企業へ招かれました。彼らが住まいに選んだのが、都心へのアクセスの良さと外国人も入居しやすい公団住宅がある西葛西だったのです。当時この団地では続々と増えるインド人のマナーが問題になりました。燃えるゴミとか燃えないゴミを日本の場合したら その顔に入れるんだけど、もう一緒にこうバッと するの。大きな声で喋るのは当たり前、子供が騒ぐのも当たり前。この団地に住んでいる以上は団地のルールに従ってほしいっていうのを一番強く感じました。そんな時、困っていた自治会に歩み寄ってきたインド人がいました。ヨギさん、本名プラニクヨゲンドラさん。2004年からこの団地に住み始めました。祭りなどのイベントに積極的に参加、後に自治会の運営にも関わるようになります。自治会と関わり始めると、外国人に対して日本人がやっぱりそのゴミだとか音だとか、まあ振る舞い方だとか、そこまで日本人が実は不満に思ってるんだっていうのは、本当そこで初めて知ったわけですよ。ヨギさんと自治会は団地のルールやマナーを英語で表記、改善されない家には直接話をして問題を解決していきました。会って話し合って、でいいことと悪いことはこうですよっていうの、人と人との感情の近くなったり、日本人とインド人の間にあった壁は、お互いがコミュニケーションを取ることで取り払われていきました。ヨギさんは団地以外の地域の人とも交流を図りたいと、1年前に江戸川インド文化センターを立ち上げました。ここではインドの音楽やヨガ教室などを開催、地域の人にインド文化を発信しています。この日は近所のお母さんたちに、ヨギさん自らが講師としてインドの食、教育、ファッションについて解説します。サリ集めるのがインドの主婦とか女性の誇りなんです。インドイコールカレーとなっていうイメージしか今までなくて、それがなんかすごい今日話聞いて、地域によってもなんか全然文化も食も言葉も違うんだなっていうのを知って、すごい深いなと思って、私たち日本に住んでて日本人の中にいるところにインドの方が来ている方がすごく生活するのも人付き合いも大変だと思うんですけど、ヨギさんみたいにこう入ってきてくださるのは、むしろこっちから行かなきゃいけないんだなっていう。まあ、この場を通じてだんだん人がつながっていくわけですね。そうすると、まあ、そうするとそこから外国人が、自分の持っているものを日本人とシェアして、まあ、語り合って、で逆に日本人が、持っているものを、まあ、外国人に語り合えるというようにしていきたいと、そこで、まあ、本当に真の交流が、まあ、始まるかなという気がします。ヒント1、地元に住む外国人を知ろう。